のスペシャルゲストは、ようこそお越しくださいました。どうぞ、今年デビュー20周年を迎えられた須田亜さんです。いや、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。おかわりないですね。いや、そんな、なんだかもう私の子供の頃って言った失礼ですけど、イメージのままで。あ、そうですか。いやいや、もう本当にスタイルおかわりにならないです。いや、もうすごく太りましたよ、それ。そうですか。もう一番痩せてる時から20キロぐらい。あらあらあら、そうですか。でも、ね、いやいや、そんなことない。欲やない。どうぞおかけくださいませ、はい、そして今こちら流れております、はいはい、ね、ノスタルジア、新曲でございますけれども。そうですね、はい、去年の10月にね、はい、出したんですけどね、はい、なんかね、これ聞いた時に、まあ、他の方がやってたんですけどね、聞いた時に、僕ね、ロサンゼルスに10年ほどいたんですけど、それで成田に帰ってきましてね、成田に着いて、それから僕は東京生まれなもんですから、その千葉の方からずっと東京の方に入ってくるときに、なんだか知らないんだけど、こうね、胸がギューッと痛いような感じでね。それは戻りたかったんですか？いや、そうじゃなくてね、帰ってきた。やっぱりね、それで初めて、あ、東京って俺ふるさとなんだって初めて分かったんですよ。その時のね、そのなんか胸がギューでしたような感じをこれ聞いた時にしたんですよ、うんうん、だからこれぜひ ね、はい、やらせてもらいたいって、やったんですけど、教習というかね、そうですね、ふるさとノスタルジックな感じで、うん、はい、そうなんですけれども今とっても布施さんの子ね、のいいお声と、いいお話を聞かせていただいたんですが、実はある一面、布施さんはですね、テレビ東京の深夜番組でコントもされていらっしゃる。そうなんですよ、はいはい、私拝見したことあるんですけど、うん、ひどい半端ではないコントでしたよね。普段のうさを晴らしているのかと思っちゃうくらいの。あれね、なぜそんなことになった。いやいや、それはね、最初はね、なんか今台本がないじゃないですか、はい、そのああいうコントは、はい、そうなんですね、うん、好きにやってくださいっていう。でもね、ちゃんと台本ができたコントをやろうっていうことで、あれはね、ちゃんと台本があるんです、ね、そうなんですか、台本に基づいたコントをやろうっていうことでああいうふうになってる。だんだんその本を書く人がオーバーになってきたっていうだけの話で、ね、でもとっても生き生きとしてらっしゃって、好きなんですよ、もともとね。そうですか。それにこうちゃんと乗っていかれる布施さんっていうのは、そうそう、それもっと行きたくなっちゃうっていう感じね。そういう感じでしたよ、ノリノリの。そうなんです。そのノリノリの、まあ、原点というのは、意外とそのバラエティショーなどにもお出になられていて、うん、シャボン玉掘りで、ね、僕が初めて、ね、テレビのレギュラーっていうのをやったのは、はい、シャボン玉掘りでなんですよ、はい、で昭和40年なんですけどね、昭和40年にレギュラーになりましてね、はい、もうその時なんかもうクレイジーキャッツ全盛で、はい、もうね、もう神様のようなコメディアンでね、うんうん、その頃ちょうどテレビ局から他の仕事で帰ることの一緒になったね、イカリアさんが、ドリフターズのイカリアさんがね、もうそのああいう風になりたいっていう話をね、ちょこっと話したことを聞いたこともあるぐらいに憧れの、はい、グループ、それもそのみんな音楽ができてというね。そうですよね、でそこの番組出てザ・ピーナッツさんがいて、はい、こうもうみんなもう30分の番組を撮るのに4日間かけてたんです。4日間どうしてそんなにかかるんですか？音を撮る、はあ、あとはその振り付けをするとかね、はい、あと稽古が待って、それで次の日ちょっと本番で、大体そうです、始まるのが12時ぐらいから始まって、撮り終わるのがもう夜中の3時とか4時になる、30分撮るのに。だからあれだけこう、もう練り込まれて人気もあって、とっても華やかな番組だった。僕はそう、今でもそう思ってるんですよ。今はね、こうコントをやるときにこうたくさんやってもらって、面白いところだけこう撮るっていうことでしょ、そうじゃなくて、あの頃はそのディレクターが10秒長いって言って怒るんです。もう職人の技の世界ですね。もうそのちゃんとオチの音ってダンダンとか、そのオチの音のそのちゃんと手前で終わらないといけないんです、はい、だからもう何度も稽古するんです。でもう皆さん見事でしたけどね、僕らはもう本当に怒られていつも、
ね、とってももう一世を風靡した番組ですから ね、でもね、そういった番組をご経験になられて、うん、とってもね羨ましいなと思ってしまいますけれども、ところでですね、布施さんは、今年の5月でデビュー40周年、まあ、第一線で ね、スターとして活躍されてきたんですけれども、ちょっとした噂をいくつか小耳に挟んでおりますので、伺ってみましょう。はい、ちょっとまあ昔の話になりますけどね、府中の3億円事件、3億円事件になりました。あれでなんと取り締まり取り調べを受けたという容疑者だった。もう最後のもう最後のいくつかまで残ったぐらいですか、それはどうしてなんですか。あの事件が起きた、あの刑務所があるんですが、その反対側の高校にあの僕は行ってたんですよ。その高校にいる人はみんな、そこを出た人たちはみんな調べられてるんですね。高校生でも疑われたんですか。もうあの高校生ではないですけど卒業した卒業生が、で、まあ、バイクの免許を持ってたりする人ですね、はい、みんな血塗りがあるという。そうですね。で、その高校の僕の1年先輩に高田純次ってで、なんかこの前聞いたらやっぱり調べられたっていう話をね、みんな調べられたんですよ。そうですか。で、はい、結局白だったんですよ。あのね、あのその日何をしてたかっていうのを出さなきゃならないわけ、そのよくね、アリバイを何時頃どこにいたかとか、どこにいたか、はい、ただね、ただその日ね、ちょっと横浜の方の女の家にいたの。でちょっとそれがなかなかね、ちょっとその頃の心境としてはね、まあ、アイドルではないんだけどちょっとあの事務所的にも言えなくて、それがなかなかね、空白だったわけです。空白、その一日あの事務所でスケジュール帳をもらったらばそこ休みになってるわけですよ。はいはいはい、なかなか難しい心境でね、これ怪しい、それでまあその彼女に言ってもらうっていうことになったんだけど、彼女は、まだその若いですから、はい、ダメだって言うんですよ。言わないでと、いやいや言わないでっていうか、その、もっとちゃんとそこにいたっていう人を証明しろって。で、そこは実家だったもんで、お父さんとお母さんがいましたから、ただお父さんお母さんは僕がそこに行ってるっていうのは裏から、裏の窓から入ってるから分からないんですからね。はい、それでどうしようっていうので、最後あのもう悩んだ挙句にあのお母さんに実はその日いたんですが、それを言ってもらいたいっていうことで言ったら、あ、知ってたわよって言われて、お母さん意地悪ですね。そうそう、それでまあ、ね、ちょっと書いてもらって、大丈夫でしたけど、ね、ですからちょっと人よりも時間がかかったでしょう、ね。そしてこれは最近の話なんですけども、はい、ミュージカルのオケピ、はい、これで、大変にあの大役を務められたんですが、いやいや、そのプレッシャーで、はい、初演の時にあの円形脱毛症、円形脱毛、このぐらいの円形脱毛、こんぐらい大きい円形脱毛、結構大きいですね。すっごい大きかったですよ。初体験だった。そうですね。なんでそこまで、なんでですかね、あのやっぱりあの辛かったんだと思います。三谷さん厳しいですか。あの、ね、厳しくないんですけどね、はい、あの人を騙しがちなんですよ。騙されがち、ですから例えば僕はね、はい、あのやる前にどういう楽器が、あの できますかって聞かれるんですよ。で僕ね、楽器好きなもんだからいろんな楽器を言っていって、あ、そうなんだ、それでじゃあできない楽器はって言われると、できないって言われると、そう一番難しいあのダブルリードっていうね、オーボエとかイングリッシュフルートとか、はい、そういうものができないんですよ、はい、って言って、あ、そうですかって言ってオーボエ奏者になる。意地悪ですね。それで決まってからその、あの本番のほんとちょっとまで、あの全員で吹くはずだったんです、あれ。あ、実際にあの途中のね、あの1曲だけ、だからもう必死でやらなきゃならなかったんですよ。ところが、ね、特に応募は難しくて、それで見事にちょっと抜けちゃった、円形脱毛症になったら、それをあの、今度は三谷さんがねプロモーションに使われるわけだったんですね。この人は円形脱毛症になりまして、まりちゃんがですね、はい、これは、津田明さんの宝物を、まあ、宝物っていうかなんていうかですね、はい、コマーシャルの後に皆さんに、ご紹介しますが、ヒントをいただきます、はい、ヒントですか、はい、そうですね、ヒントですね、じゃあ長崎、長崎、の夜は津田明さんの宝は、コマーシャルの後です、はい。